こんにちは、アンソニーです。ですね、せっかくハックルテレビさんにお邪魔したので、モビですね、ジンバルというかスタビライザーを、ちょっと触らせてもらえるということなので、ちょっと体験してみたいと思います。じゃあちょっと教えてください。はい。こちら置くための台。ああ、そっか、自立しないってことですね。自立しないんですよね。あのここにこういう長い棒をつけて自立するための装置をつけてるところがいますけど、はいはいはい。じゃあこれが上なんですけど、上ここにこう2点で、はい、ここつけるんですよ。はい、ちょっと出っ張ってる気しますね。ここにこう、はい、バランス取るよ、はい、でこれ大体同じこの平行になるぐらいの感じがいい、はい、これで、はい、閉めました。なんかこの時点ですでにかっこいい、うん、なんかここに取り付けます。はいはいはい。だからこれをこういうふうにして、上と下のロック外せる、こう、うん、で高さが各カメラによって違うので、はい、全て調整しないといけない。ああ、そっかそっか。ぴったし、アルファセブンスと同じですね。これで、はい、バランスを取っていかないといけないんで、ここから、はい、押さえてるから、ライオンさんバランスを右に傾いてるので、はいはい、左にずらしてるっていうことですか。はい、あ、そこは手動なんですよね。手動です。はい。後ろに傾いてるので、はい、ちょっと前に出して。このバランス取りは手動で完璧にしないといけないんですか。それとも手動である程度までやって、あとは電動がやってくれるとか。あのね、完璧にすればするほど、はい、なんていうか、その揺れが少なくなるんですね。あ、だからこれは限界までやった方がいいですね。なるほど。電動でもある程度補佐してくれるんですけど、はい、だいたいね、うん、3% ぐらいまではバランス狂ってても大丈夫だって言われてるんですけど、ただでもやっぱりより綺麗な。なるほど。で、今度こっちもこう、こっちが重いので、はい、その三軸の全てに対して。なるほど、ええ、じゃあやっぱりここのセッティングの技術というか慣れも相当必要ですね。これは相当必要ですね。あ、腐るほどやってきたから、まあ、今。なるほど。できるな。僕なんかその辺も含めて電動なのかと勝手に思ってました。 ある程度手動は必要でしょうけど、これはね、もう全く手作業ですね。これで苦労したよな、長屋さんも。めちゃくちゃ苦労しました。うん、うん、これの調整中にこういっぱい注意を受けるので、いいもな、ここらへんな、はい、うん、今たまたまなんですけど、うん、中山さんの鼻から下だけが見えてるので、うん、この辺に映ってるのでかえってセクシーな感じしますね、うん、あ、本当ですか、はい、うん、うん、いいんじゃない、いいですか。はじめはこうどこを動かしたらどうなるかも分かんなくて。そうですよね、はい、すごい繊細なんですよ、うん、
あと最後に、はい、これが電池です、はい、今これ大体バランス合った状態ですね、はい、あ、電池もそんなんで繋ぐなくちゃいけないんだ。そうですよ、カップラーみたいな。でこれでスイッチを入れると、はい、入れます。お、キャリブレーション中的な。下向けますか。いや、それはいいよ。ちょっとでも、あ、いいのか。そうですね、はい。もうできました。これで合ってるはずですね、はい。はい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 。今普通にしてんだよね。じゃあもうこれで OK らしいので。はい、あ、本当だ。軽い。軽いですよね、結構軽い、見た目のイメージよりはるかに軽いですね。うん、これ自体はね、もう2キロないぐらいです。あの、もの自体はカメラと合わせて、はい、カメラも多分2キロぐらいだと思うんで、4キロとか5キロとか、はいはい、これいろんな、あの設定できるんですよね。要はこう振った時にどうやってカメラが追いかけるとか。そうです、そうです。今は、今は振った後にカメラが追いかけてくる感じ。その、え、それはそうです。それを緩やかにしたり、はい、急にクッてなったりするように調整する。今、はい、今こっち向きますよ、はい、いますよ。こうやった時にゆっくり追いかけてくるんですね、今はね。そうですね、はい、今の設定は、はい、そうすると、より滑らかな映像が撮れる。だからより動きの激しいものじゃなくて、はい、動きが決まってる時にはこういう風にした方がいい。はい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 、はい、うん、へえ。ちょっとスイッチ入れてみますか、あのカメラの。はいはい、これあの、一応広角の方がいいですよね。これね、あ、そうか、広角じゃなくても全然大丈夫か。動かしちゃうとバランスが多少変わるんですよ。あ、もう広角、広角で、はい、で、はい、はい、僕が始まりました、はい、はい、岩崎さんです。あの、一応顔認識はしてるんですけど、ええ、じゃあ岩崎さん、あの鬼ごっこしましょうか。オートフォーカスじゃない方がいいんで。ああ、そっか、はいはいはい、はい、今の設定ではちょっとカメラがついていくのが若干遅いけど、でもブレは少ないはずですよね。ブレはしてないはず、はい、あ、ゆっくり追いかけてる感じがするな、本当。それね、アンセニーさんの手の動きに反応して、はい、カメラが反応してる、はい、こんな感じです、はい、なるほど。じゃあこう上に上げても下げても、ああ緩やかですね。こうやると緩めないです。あ、そうか、こうですね、うん、こうしても全然揺れてないと、はい、で、はい、ね、上向けると上向くようになってるんですけど、はい、ちょっと止めたりすることもできる。もっと上に、はいはいはい、で下にやったら下を向く。足から真下まで見ていいんですか。あ、そうです。あ、なるほど。あ、こっからせーの、はい、うーんってやっていくと、ちょっとついてるかもしれない。もっともっとね、はい、こういう風にやっていくと。あ、なるほど、はい、ですよ。こっからこう、あ、ちょっとね、そこだから、はい、この上げるのをもっとクッてやると、スピードはゆっくりやるんじゃなくて、クッてやると、はい、もっと速くついてくる。から、こうですか。あ、そうです。はいはいはい。まあちょっと遅いな。あ、でもこれは、まあ慣れがね、必要ですけど、当然。はい、あー、面白いな。
これ使って自撮りするバカとかいるんですかね。これはできますかね。ちょっとこれ片方持ってもらいます、はい、こっちで、で今これ私映ってますよね。モニターが見れないって弱点があります、ね。あ、モニターは今は見えないですけど、はい、こう自撮りされてます、ちゃんと。素晴らしい。ちょっと下向け、もうちょっと下向け。こう自撮りしながら、はい、こう、あ、カメラが若干今追いつかないけど、こうやって歩いても、はい、はい、こんなことができるわけですね。さすがでもちゃんとアンソニーさんすり足になってた今。あ、すり足はやっぱり多少は癖になりますね。すり足がやっぱね、はい、上下動にちょっと弱いんで、はい、上下動はしないようにしなきゃダメなんですよ。あ、このね、上下のあれが補正はしてくれないです、はい、まあ、こういう動きに対して弱いんで、はい、あ、こうですね、この動きに対して弱いんで。なるほど。いや、面白いな。ありがとうございます。はい。はい。